どうもたくあんボーイです。本日は4日目です。さあやっていきましょう。早速手帳水つけていきます。こちら乳液。OKです。下地からやっていきたいと思います。うの ここで新アイテム、こちらでございます。パン。手に馴染む形で塗りやすいよ。メイクアップパフパフね。これでなんかね、リキッド、クリーム、BBCC、パウダーなどをね、これで肌に馴染ませやすくなるそうなのでね、これを100円ショップで買ってきたので、今日からこれを使っていきたいと思います。水あり水なしどっちでも使えるということなので、これで伸ばしていきたいと思います。あ、でも肌にちゃんと馴染んでる感じありますね。こっちの方が広がりますし、しっかりとこれ使った方がいいですね。さあ下地は OK です。続きましてコンシーラーを塗っていくよ。この色がね、多分合うっていうことが分かったので、これを使っていきたいと思います。パフで伸ばしていきます。これだと安心して目の周りとかも伸ばせるのでいいですね。指だとちょっと怖いんですけど、これだと安心できますね。しかもこの細かいところまでちゃんと伸びるのでいいですね。綺麗に伸びました。ムラがないです。いいんじゃないでしょうか。さあ続きましてファンです。ファンでもこれでパフでやっちゃった方がいいのかもしれない。これつけてこう、いいんじゃないでしょうか。はい、ではアイライナーをねつけていきたいと思います。 OK。 OK。さあここからですけども、新登場やってまいりました。この間までね、あのアイブロウがね、このねブラウンというか茶色だったので、どうしても僕の眉に合わなかったということで、今回100円ショップでまたまた見つけました、アイブロウマスカラ。これはクリアって書いてあるんですけど、眉流れを自然に整え、ツヤと、立体感を与えるクリアタイプの眉マスカラということなんですけど、ん、眉マスカラ、マスカラってなんだ、ちょっとわかんないですけど使ってみたいと思います。アイブロウと違うのかな、どういうことだこれ。また出ました、ポテトトルネード。これでうん、まあまあちょっとツヤが出てんのかわかんないけど、こんな感じなんですかね。はい、ちょっと調べておきます。ハイライター、ハイライター、これね、まあまあ だんだん使い方分かってきましたけど、とりあえずこの立体感を出すものらしいんですけど、軽く塗っとけばいいらしいです。 OK。 これで広げよう。はい、 OK です。そしてそして今までね、ずっとガーネットのど赤い口紅だったんですけど、ちょっと暗いようなリップを見つけてきました。こちらですね、オイルインリップということで、まあこれがどれぐらいね、どれぐらいどんな色なのかちょっとわかんないですけど、前回よりはいいんじゃないでしょうかということでつけてみたいと思います。さあこんな感じになっております。どうなるか。あ、普通にリップって感じですね。これあー、まあいいんじゃないですか。でもちょっとこれも赤いのな、ちょっと明るすぎるかな、ちょい明るすぎるかなって思うけど、まあこの間よりはいいんじゃないでしょうか。こんな感じです。だんだんと良くなってきた気はしますね、4日目ですけど。あとプラスするとしたら、やっぱり眉毛がちょっと、あと目元をね、もう少し立体感持たせるっていうこともできるらしいので、まあ後々ね、まあ僕なんて特に一重なので、
二重にもできるそうなのでね、ちょっともう少しこちらが上達していったらそっちにも手をつけていこうかなと思っております。それでは BTS 目指して頑張るぞ。シェイシェイついてに恋ダンス。